この第4セットブラジルに対して日本が大きくリードを広げつつあります。4点差、ブロックはどうだ、決まった、サメロッタ竹下2つ目、これが3つ目、トスになった、スーパートスが見られました。これはすごい、すごいプレーが出ました。これはすごい、ちょっと大林さん、はい、場内もどよめいてるんじゃないですか今のプレーは。今、はい、あの私たちも拍手をしてしまったぐらい、よく木村選手も、ね、最後打ち切りましたね。2001年以来のブラジル戦勝利なるか、日本マッチポイント。江畑のサーブ、ブロックはどうだ、ブロック止めたか、止めた、1回止めた、次はどうだ、よしよしよし、ニラントスになる、木村が打つ、決まった、日本ブラジルを破る。今度目標は3位以内と話していた眞鍋監督、この1勝で一気に日本あるいは優勝も見えてくるか。マッチポイントを握ってその後一気に仕留めていきました。なかなか形容しがたいものがあります。その前に走りたい日本、ここはいいローテーションです。さあブロックかけた、さあそして早めのトスが来た、ちょっとタイミング合いませんでした山口。さあそして高いトス、ブロックにかけた、佐野がよく拾っています。そして木村さん近いと決めた、これが木村の力強いところ、勝負強いところです。普通の選手だったらもうドンピシャブロックされてるんですけど、またストレート打ちますね。栗原の高さも生かしたい、ワンハンドレシーブ、ブロックつないだ、さあ木村が打つ、決めた、20点目、日本逆転、日本逆転に成功。井上が上がってきました、サーブで崩してブロックで日本同点に追いつけるか、サーブで崩した、さあもう一度バックライト、マラグルスキー、さあ2本目を上げて、うわっ、これで第1第2に続いて3セット目です。ジュースマイオラーがすごいね、ちょっと狂ったらアウトなんですけどね、よく狙っていった、深く狙ってきます。このセットはかなり深いサーブを打ってきます。うわー、なんというコースを抜いた、うわー、ちょっと信じられないですね。この位置からあのコースは打ちにくいはずです。鍵がかかってますね。サーブはガモア、綺麗に返してそこからの攻撃に組み立てる佐野が勝利。この木村だったがよく繋いだのは竹下、佐野が繋いで木村勝利、これはリターンを狙って取っています。佐野だ、入ってくるのはシャチコワ、ここは分かっているシャチコワ、ゴンチャラワのスパイクブロックにかけて、さあ佐野だ、3本目は木村勝利、繋げの光は見えてくる。大林さん、はい、こういったバレーは準決勝でメダルを争うには必要になってくるプレーですよ。もうそうです、値するようなプレーですよね。さあここは崩されました、どうでしょうか、木村打った、18対18、いやーよく今もうレシーブ乱れてね、はい、ちょっとよくこの伸ばしたんですよね、すごいドライブかけてました ね、 意識いかがですよね。日本セットポイント、竹下のサーブ、ナタリア、うわー、サーブ上げた、落ちされた、カビがつなぐ、セラが打ってきた、セラを拾った、さあ木村、いった木村、いった木村、取った日本、第2セットを取りました。粘りの末日本がブラジルから2セットを続けて取りました。狙いますかね、いいところ狙ってありそうです。